宮又ネタでは赤花か水玉草属の多年草。茎の高さは5から18センチメートルと日本の同族の多種と比べ草丈が低い。細く白い地下茎を伸ばして繁殖する。茎は直立して細く、単一か時に分子し、無毛か細毛が治療する。葉は耐性し、長さ1から2センチメートルの傭兵があり、葉身は長さ1から4センチメートル。 幅7から30ミリメートルの三角上高ランケーで、先端は鋭形、基部は朝新型で、多少毛があり、円に波状の先が尖った巨子がある。下期は7から8月。茎先に長さ10センチメートルの相乗過剰をつけ、紅白色を帯びた花柄のある直径3ミリメートルの小さい花をつける。学列編は紅色を帯び2個あり、長蛇炎上円状ランケー。 花弁は白色で2個あり、東卵型で先端が2列する。雄髄は2個あり、花弁と互生し、花中は1個で細い鍵毛のある、海脂肪もある。果実は超東卵系の喧嘩で、長さ2から2.5ミリメートルになり、鍵状の脂肪が密生する。同族多種が2室2種子からなるが、本種は中に種子が1個入る。日本では、北海道、本州、四国、 九州に分布し、宮山の湿る気のある木陰や、鉱山の火の当たる場所に生育する。世界では、北半球の温帯から寒帯まで広く分布する。ありがとうございます。